昨日ね、昨日今日夜中帰ってきました。いろいろとお久しぶりです。はい、ありがとうございました。え、すごい、何知らない、しばらく配信してない間になんかすごい、何何、猫猫猫猫、何何これ、なんて読むのすごい、しばらく配信してない間にアイスがいっぱい、アイスになってる、ギフトが、ありがとうございます。さて、何から話す。もう今日は3時間じゃ足りないと思ったけど、配信時間が3時間もないっていうね、日付、やっぱさ、シンデレラだからさシンデレラだからさ、12時までしかできなくてさ、もう全然3時間じゃ足りないぐらいなのに3時間ないんだよね3時間ないんだよね。いやー、本当にお久しぶりですねお久しぶりですやっぱ何から話そう。じゃあ本当に、まず公演、今日はありがとうございました。明日5時から続きやる、朝から本当に公演見に行きました。ありがとうね、来てくれて。めっちゃ正面だった、ありがとう。いや本当に公演自体もめちゃくちゃ久しぶりだったんですけど、そう、何からって、それで30分です。大丈夫、ちゃんと話し始めます。公演の話ね、まずはねそう、髪切りました。髪切って初公演でした。どうでしたか。まさかさ、回り方でいじられると思ってなくてさ、そこみたいなそこでいじられるみたいな感じでした。すごい、配信ないと寂しいね。寂しかったでしょ言わせたいだけ。ミュの配信がなくて寂しかったでしょ。寂しかったよね悔しいけど寂しかったです。よかっためっちゃ寂しかったでしょ寂しかったですチャットたくさんあったから、そうでも、いや、そうだから配信できない分を全てこうチャットにつぎ込んだんですよ、私は。でもさ、やっぱさ、そのチャットだとさ、そのまあ結局チャットに全部つぎ込んでたんですけど、やっぱこう、何、しゃべった方が早いじゃないですかそうだから私は配信できなくて寂しかったです、とっても。はい、だから今日はすごい配信、なんか配信してればまだ会えてなくてもちょっと会えてる気持ちになるじゃないですか。そうだから、なんかその配信もしてなかったからしばらく、だからすごい本当に全然みんなと会えてなかったなって思って、そうだから公演で今日は久しぶりに皆さんに会えてとっても嬉しかったです。そう、チャットその分まあいっぱい送っちゃってたけど、そうなんですよ。そうでね、でね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 もうダメだ、もう時間足りないもう時間足りない。いや本当にね、これ何から話そうって言ってる間に本当に30分経ちそう喋りたいことがありすぎて本当に困った2回目の劇場でした。わー、ありがとうね、嬉しい、リピートしてくれてありがとうございましたそう今日はね、やっぱ平日の公演だったからちょっとあの空席あったりもしたんですけど、でもめっちゃ声大きかった。すごい、なんかゴールデンウィークからずっとそう、めっちゃコールが大きい。今日はあの満席ではなかったんですけど、めっちゃコールが大きかったです。ありがとうございました。そう、それでね、それでね、それでね、あとでの方、もうやばい、待って、もう公演だけで話したいことありすぎて無理そう、それでね、髪を切って初めての公演だったんですよ。そう、今日音響小さかったっけ。え、待って、なんで気づいたの。すごい、なんかスピーカーが不調でね、実はスピーカー1個か2個切ってたんだよねすごい、なんで気づいたの。メンバーはあんま気になんなかったって言ったのにそう、なんか今日リハ中になんかジジジジってなんか音が聞こえたらしくって、そう、それでなんかちょっと不調だったから、今日の公演はスピーカーをあのちょっとねお休みさせてたの。だから使えるスピーカーだけで音量やってて、でもメンバー的には歌っててもそんなに違和感はなかったんだけど、すごい、やっぱ
客席側からの方が聞こえ方が違うのかな。え、そうなんです。え、すごい、よく気づいたね。思った？え、すごい。そうなんですよ。ちょっとだからしばらく、え、なんかいつ復旧するとかはまだわかんないんだけど、しばらくちょっともしかしたら、いや次までに治ってる可能性もあるけど、ちょっとまだねわかんないって言ってた。そう、え、なんで、すごっ。え、私でも気づかなかったよ私そのリハからなんかちょっとスピーカー変じゃないっていうのも気づかなかったし、本番もスピーカーなんか音ちっちゃくしてたってか、なんか使ってないスピーカーがあったらしいんですけど、全然気にならなかった。え、なんで、すごっ。いつもと少し違う感じだった。ほんと、やっぱ客席側の方が聞こえ方が違うのかな。やっぱステージ側だと自分たちがマイク使ってたりもするからなのかな、わかんないけど、まあちょっと鈍感なんでね鈍感なんでね、ちょっとそういうの気づけないんですよあー、もう話させてよずっと話してんのにずっと話してんのに、話したいことが全然喋れないハートの死ずっと私しか喋ってないはずなのにえ、そう、それで髪切ったんですもう何回言った、今日髪切ってから初めての公演だったのが 3、4回ぐらい言っちゃったまたその話違うんだって、まだその話し終わってないから戻るじゃなくて、してないのよまだまだその話してないの。髪切ったんですよ、どうでしたかそう、でも楽しい。やっぱりさ、しばらく配信してない、もう私が寂しすぎてえ、そう、それでね、今日はね、初めて髪を切ってから初めての公演だったから、髪型をねどうしようかなって思って、なんかこういう、わかりますか、くびれ巻きみたいな、こういう巻き方をしたんですよ。もう跡形もなくなってしまったんです。今日やばい、汗かきすぎてやばかった。もうほんと、もうさ、もう夏だねもうめっちゃ汔かきすぎて、もう頭4曲の時点でもうやばい汗で、その後さ、後での衣装着なきゃいけないからさ、もう地獄地獄すぎて、後での衣装着替えた後、あれ本当はこうやって上まで締めなきゃいけないんですけど、もう暑いから、そのいや、さすがにステージに立つ時はここまで締めるんですけど、もうステージ出る前はこの辺まで開けてるこの辺まで開けて、もうギリギリまで開けっぱなしで、もうドライヤーの冷たい風をもう ここにこうもう中に冷たい風をこうやって入れて、あともうここもう前髪もう汗でやばいから、もうこうやってずっとこうやってもうこれでキープ冷たい風をとにかくおでこに当てまくって、そうだからさ、ドライヤーの音ってうるさいじゃないですか、だから全然聞こえなくて、その後半 MC 自己紹介後半の人たちがやってる間もずっとかけて、ドライヤーこうやってもずっとかけてるんですけど、ドライヤーの音で聞こえなくて、気づいたら泣きべそ始まってるみたいなそう、もうずっと、もうドライヤーないとこの夏生きていけない。そう、でもそれでなんとか、そのもう頭4曲で汗びっしょびしょになっちゃうから、ドライヤーで乾かして、後でまでに乾かしてい。や、暑い、もうあの衣装はね、夏ちょっとだから、今日石場さんと話してた、なんか冷却シート貼ったらみたいな、中に冷却シート貼ったらみたいな話になって、そう、え、めっちゃ欲しいけどさ、でもさ、歌ってる途中にさ、あれ背負うじゃん、あれを背負うからさ、歌ってる途中に背中でヒヤってなってさ、フッてなりそうじゃないっていう話になってちょっとどうなるか分かんないけど、本当にちょっと夏仕様にしないと、一曲だけでもあの衣装結構大変になる。確かにファンつけるもありかも。空調服なんかボフなんかさ、空調服のダウンみたいなのあるじゃないですか、
あれをこの中に着込んでからの、すごいもう後で歌ってる時ずっとなんかパンパンみたいなずっとパンパン。いや本当にでもちょっと暑いから困ってる。他の曲にする後でだけ泣きべそとかななみめっちゃお腹とかさ出てるのにさ後でもなんか夏仕様とかにできないのかな。ホースからレあここね、え今日なんかホースブラブラしてたよね。私のホースなんか取れてたんだけど、最後さ後で I love you の前もぶん回してた、なんか取れてんだけどと思ってぶん回しちゃった。今日やばい、今日の公演なんか久しぶりだったからかな、なんか久しぶりの公演だったからちょっと自由すぎましたね。めちゃくちゃもうだってマックス面白すぎて笑って踊れなかったしさちょっと今日の公演自由にやりすぎた。でも超楽しかった。うん、ホース振り回しちゃった。なんかええいつもこんなにブラブラしてたっけこれって思って、そう、あ出てきた時からああなってた。え気づかなかった、踊ってる途中に。え聞いてよ、ずっと聞いてくれてると思うけど聞いてよあの私前回の公演の時になんか透明のストラップここから出してたじゃないですか、踊って頭の曲で踊ってる時透明のストラップなんかこうビローンって出てたじゃないですか。今日こっちから出ててなんで今日は右から、前回は左から。そう今日もまたなんか透明の紐がここが出てきて、なんか2曲目ぐらいの時に気づいて、んなんか今日も出てないこれみたいなでも今日も私物じゃない方でした、よかった衣装の透明ストラップでした、はい、私物じゃなかった、よかったです。でも前回はなんか外れて、なんか最終的に両方外れちゃって、このこっち側とこっち側後ろ側両方外れちゃって、なんかステージに置き去りにしてくるっていう前回の公演の時ね、ステージに透明ストラップ置き去りにしてきちゃったんですけど今回は片方しか取れなかったから無事にあの救出したまま衣装部屋に帰ってこられました、よかったです今日パニア忘れなかった、大丈夫でした。そう、え今日なんか本当に面白かった、ね、靴底やばかった本当に。もうマックスの時本当に面白くきて、あのマックスのね 2A ね、季節の移ろいはの時にさ、なんかこうぐるぐる回るんですよ真ん中の人たちで、真ん中に次の歌いの人、これがレイちゃんとカホなんだけど、真ん中で次の歌いの人が真ん中で踊ってて、その周りをなんかこうぐるぐる回るっていう振り付けなんですね、マックスの時に。でそしたらさ、私は回る人だったんだけど、回ってる時になんか真ん中でモゾモゾしてるって思ったらさ、なんかレイちゃんの靴引っ張っててカホがこの人たち何してんのと、もうそこで爆笑しちゃってなんか踊れなかった季節の移ろいは成長を敷いてゆくがもう踊れなくて爆笑しながら踊ってました。本当に面白かったそう、しかももうその後の自分の歌わりももう笑いすぎて歌えなくて、誰かの存在って歌わりなのに歌うの放棄しちゃったもう笑いすぎて歌えなかったそうしかもなんかそれでなんかその後、あそうレイちゃんがはけたんです、遠い屋の空の下から。でレイちゃんが本当は私の前に来るはずなんだけど、レイちゃんがそのタイミングであーってはけてってあレイちゃんいなくなっちゃったって思ったら、もう次自分の歌わりでもうなんかもう爆笑しちゃって歌えなくて、それでなんか2サビの間レイちゃん帰ってこなかったんですよ。そうそれであの2サビのさ、幸せを噛みしめているのあと後ろ振り向いてさ、タータラララってやるじゃないですか。それでさ後ろ振り向いた瞬間にさ、レイちゃん一瞬出てこようとしてさ、カーテンシャッて開いてでもその時全員横一列で後ろ振り向いてる時だから、あ今じゃないって思ったのか、レイちゃんカーテン閉めたんですよ一瞬出てこようとして閉めてその時メンバーみんな後ろ向いてるからさ、カーテン開いた瞬間が見えて今絶対レイちゃん出てこようとしたよねもうめちゃくちゃ
ちゃもうそれもめっちゃ面白くてでそれのこれが終わった後にタラララチャチャタララチャチャがあるじゃないですか。そこでレイちゃん戻ってきてそうあレイちゃん絶対今出ようと思ったタイミング間違ったのそうでもうまいここでね出てくんのみんなこれ一斉に移動するからさそこで出てきたらもうバレないけどその前の一瞬がめっちゃ面白すぎて。そうでもさなんかその後次私すぐ歌割りなんですよ。風海雪モード歌割りだからさすがにここ爆笑して歌えないわやばいと思ってもうやばかったんだけど切り替えて何事もなかったかな風海雪モードって歌いましたもう本当に面白かったすっごい面白かった、うん、一回はけたらスタッフさんの指示じゃなくてメンバーの判断あなんかねスタッフさんの指示待つ時もあります。やっぱマイクのオンオフとかもあったりするからそうなんか一旦はけた時もう一回次出ますっていう時は合図あってから出たりするけど多分その合図もういつでも出ていいですよみたいな感じだったのか分かんないけどまあでもうまいことやっぱ曲中の中でどのタイミングで出るかは、ね、私あんま曲中ではけたことないから分かんないけどそうまああるとは思う。でも本当に面白かったいや楽しかったですね面白かった。あそうそれで待って私さっきからずっと髪の毛の話してんのに一回も話せてないんだけどまだ髪の毛の話してもいいですかごめんねあのさっきからずっと髪の毛の話してるのに脱線しまくって全然喋れてなくてそう聞いてほしいんだけど終わってない終わってないの。えそうそれでダメだもうダメだであの今日ねこういう髪の巻き方をしたのよ。この長さになってあの初めての公演だったからもう何回も聞いたと思うけどこういう巻き方にしたのよ。なんかさそしたらさなんかこの髪の長さとあもうほんとこれ言ったら怒られるかもしれないんですけど各所に先に謝っておくごめんなさいね。なんか怒られるかもしれないんですこの髪の長さとそのねなんか髪の巻き方がなんかめっちゃサーヤみたいって思ってそうであの何ですか川越さんやメンヘラのマシモカホさんに聞いたんですよね。なんか今日の私の髪型めっちゃなんかサーヤみたいじゃないって言ったらカホにもえずっと思ってたよって言われてお墨付きをいただいたんですけどあのサーヤ推しの皆様ごめんなさいね。でめっちゃ思ったんで、ね、もうさもう汗かきすぎて跡形もなくなってしまったんですけどなんかサーヤさこれぐらいの髪の長さの時さこの巻き方よくしてたイメージめっちゃあるんだよね。このくびれ巻きみたいなめっちゃサーヤっぽと思ったっていうことをずっと言いたかったんですけどやっと言えました土日どっちかでそんな髪型してください。あでもさ土日は生誕祭じゃないですか夜が。そうだから夜生誕祭、まあ、レイちゃんとみはるさんの生誕祭だから髪型何がいいか決めてもらおうかなって思っててそれに合わせてちょっと髪型昼、まあ、決めようかなと思っております。でもさ全然この長さツインとかポニーも全然できる長さだから何でもできる。そう編み込みでも普通にでも何でもいける、ね、でも本当になんか髪めっちゃ軽い。なんかさお風呂とか入ってもでも髪のね乾かす時間はあんま変わんないんだよねなんだなんだ今までずっと毛先までちゃんと乾かしてなかったのかな。髪の乾かす時間は大して変わんないなって感じなんですけど10センチも切ったのに10センチ以上切ったのにね。でもやっぱ髪の毛洗ってる時がめっちゃ楽。なんかえ短っってなるめっちゃ短っってなるから髪洗ってる時がめっちゃ楽で、あとなんか公演中もなんか髪軽い、あのなんていうの、逆に言うと今まで結構長かったから
その顔にそこまですごいもうめちゃかかるってことがなかったんですけど、なんか絶妙にね顔にめっちゃかかりやすい長さだったことが今日公演やってて判明して、なんかこうなっちゃうなんていうの、めっちゃ顔にかかりました今日、私の踊り方の問題そう、うん、なんか髪切って踊り方、なんかさ髪長い時ってやっぱすごいアイドル感がちょっと強いじゃないですか、アイドルって感じがするけど、なんかこの長さになったらなんか大人っぽくなったと思ったんだけど、どうかなちょっと自分で大人っぽくなったっていうのはちょっと恥ずかしかったから聞いてみたんだけど、だからなんかさと、まあ、年相応ですね、ちょっと大人な感じにアイドル、まあアイドルなんですが、そうなんか大人っぽくなった気がして、この長さにしたら、そうだからなんか今まではやっぱ髪長かったからなんかアイドル感が結構強くて、その踊り方的にもちょっとなんかアイドルって感じだったんだけど、そう逆で幼くなった、嘘本当に大人になったと思ったんだけど、そうだからなんか髪短くなってちょっとなんか大人っぽくなったから、アイドルっていうよりかはその年相の女の子っぽい感じになったのかなって思ったから、なんか踊り方まあそんな変わんなかったと思うけど踊り方ちょっとなんか大人っぽくしたいなと思って意識したんだけれども、そしたらなんか髪の長さ的に今まで顔にそこまでかかったことなかったのが、なんかめっちゃ顔にかかって、あのねあれがやばかったね、僕の涙のイントロ、こうやってさ なんだっけタタタタタタ、こうやって顔上げた時がめっちゃ顔かかってて、その後さテテラテララチャチャテテテレレ、こうやってなんか1列2本作る時、めっちゃ顔に髪かかってんだけどって思いながらこうやってやってたあ見てた、なんかね今までそんなさ髪かかったことなかった、てかなんか今までやっぱ髪長かったからそのあんまり頭振ってなかったんですけど、じゃあ髪ほんと頭軽くなって頭軽くなりまして、思いっきり頭振ったらなんか髪めっちゃ顔にかかった当たり前そうなんです、だからあなんかあそうかと思って、そうえでもそうでしょ、いつも以上に振り乱してたでしょ、なんかやっぱ本当に全然違う、長さが違うだけで、そうだから軽くなった感じがして、扱いやすくなった頭がそうだからちょっといつもより激しく踊ってたかもしれない、そしたらめっちゃ顔に髪の毛かかった、頭の切れ違ったそう髪の毛のおかげです、はい髪の毛スピード上がった感、でもさなんか1週間ぶりだったじゃないですか公演がね、だからさ今日は夜公演しかなかったのにめっちゃ疲れて、疲れたっていうか、いや疲れるじゃないの、なんか普通に楽しかったんだけど、なんか体力がないって思って、すごい、でもやっぱそれじゃいつもより頭ちょっと振り乱しすぎたんだ多分いやでも絶対1週間のブランクあると思う、1週間公演でやってなかっただけでのブランクもあると思うけど、なんかすごい肺活なんか歌がさ全然歌えなくて今日なんかはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、って息切れしちゃって全然なんか歌えない今日って思って、だからさあれ空き缶のさ空き缶のあの感想のわーってやった後のさこんなちぼけな人生がなんかいつもより声が出なくて、あーやっぱ今日ちょっと変だって思ったんだけど、飲みすぎ、飲んでないし昨日飲んでないし、そうだから1週間公演やってないだけでこんなに体力変わるみたいなって思ったけど、まあそれもあると思うけど、やっぱその頑張りすぎた、久しぶりの公演楽しみすぎちゃって、そう楽しみすぎちゃって、しかも1公演しかないわって思って、なんか夜の分温存とか別にないじゃないですか1公演しかないから、だからなんか多分頑張りすぎちゃった頑張り
すぎちゃって、あ、なんか今日すごく息切れするわみたいな感じでしたね。でもそう、た、うん、楽しみすぎちゃったすごく、うん、そう、夜しかなかったからかもしれないけど頑張りすぎました。そう、でも来週はね4公演あるので18、19、そうだからめっちゃ頑張ります。1週間で11公演と公演なし、いやそうなのよ、絶対にそう。しかもなんかちょっと楽しみすぎたから、その1週間以上休みだったからさ、そうなんですよ、その間ゆっくりしすぎちゃったから、それもねあるかもしれない。朝から張り切って、いやでも本当にめっちゃ楽しみにしてたよ公演伝わってたと思うけど、めっちゃ楽しみにしてたよ。やっぱ公演、いやなんか配信もしてなかったのもあるけど、とにかくなんか、うん、寂しかったなやっぱね公演ってやっぱ楽しいなってすごい初めて公演出た人みたいな感想でも、やっぱ公演楽しいなってすごい、はい、思いましたいつもそうだけど、いつも楽しいけど、やっぱ今日はその新しい私をやっぱ皆さんにお届けしたかったので、はい、頑張りましたえ、そう、メイクなんか、そうなんですよ、今日ね張り切りすぎちゃって朝10時からメイクしたんですけど、なんか家出る直前になって、え、なんかメイク崩れてないみたいな、何にもしてないのにさ、朝早くにメイクしすぎて家出る前にメイク崩れたでしかもその後リハ、今日がね萌ちゃんが新ポジだったんですよ、新しいポジションだったからリハを全曲やったんです。そしたらなんか汗かいたからメイク落としました朝10時からメイクした意味ね。でもアイメイクはそのまま、ここだけ、こことおでこは一旦落として、わざわざもう一回メイクし直しました。でも絶対し直してよかったと思う、めっちゃ崩れてたの家出る時点でめっちゃ崩れてたんだけど、めっちゃ綺麗、え、めっちゃ綺麗。まあでも配信じゃあんま分かんないかもしれないけど、めっちゃ綺麗、なんかねこの辺とかめっちゃ崩れてたんだよね昼間、めっちゃ綺麗でした。メイクしたから昼から配信あると思う。え、実はしようかちょっと迷ってたしようかちょっと迷って12時前にメイク終わらせたんです。でもいや夜どうせやるだろう私って思ってやめました案の定です案の定でした。でもこんなになんか喋、もうすでにね、もうすでに喋り足りないと思うんだったらしてもよかったなと思って昼にしてもよかったかもとはちょっと思いましたけどね、うん、そう、でもめっちゃそうメイクやり直したおかげでめちゃくちゃ綺麗だったのでよかったです。うん、それでも開演40分目。え、そう、なんか最近さやっぱ本当に公演前めっちゃ時間あるんだよね、なんでなんだろう準備が早いのか、そう、いつも30分前には絶対に終わってて、今日はもうめっちゃ早くに終わりましたね。そう、もうめっちゃもう準備バッチリだから、公演へのやる気みなぎりすぎてる喋るスピードも速いす、え、わかる、私ちょっともう今日マシンガントークじゃないと間に合わないって感じてるから、マシンガントークしてますそう、いや受付めっちゃしたいよめっちゃしたいですけど、そうなんですよ、そう、もうだから昼公演できるぐらいの時間にメイク終わってて、まあやり直したけど崩れててやり直したけど、そうだから楽しかったです、とっても。次は週末なので頑張りますちょっと週末まで本当に体力を元に戻そうと思ってます
まあね、今日はね、そう、ずっと長旅をしてきた後だったからもあるかもしれないけど、週末までに体力を元に戻して4公演を乗り切ろうと思います。あ、そうそう、それでそのあの何でしたっけ思考が停止してしまった、マシンガントークがゆえにそう、それでまあしばらく配信はしなかったんですけど、そう、長旅に出てましてね、ようやくね、昨日、今日の夜中の1時過ぎとかに家に帰ってきました。まあ私は車に乗ってただけだったんですけど、そうなんです、関西まで行ってきました、実はそうそう、別に私長旅に出るみたいなことしか言ってなかったから、なんか関西どこに行くとも言ってなかったし、誰と行くとも言ってなかったから、なんか車移動ってなんかチャットかな、チャットで、あ、車だったんだってなりました車だったの、一人だと思ってた、私一人で行くなんて一言も言ってないんだけどと思ってそう、パパとおばさんと3人で行きました。そう、でもそう、私もおばも免許は持ってるけど、全部パパが運転していきました串カツで刺した、あ、本当に、そう、でもまあそうなの、なんかどこに行くって言ってなかったから、じゃ どうしようかなって思って、そう、どうやってネタバレしようかなって思ってちょっと串カツから匂わせてみた。でも串カツなんて今時どこでも食べられるじゃないですか、きっと。だからあんまりなんかピンとこなかった人が多かったみたいだったから、 NMB 劇場乗せてみた乗せてみました。さすがにね、関西だってなりますよねあ、そう、リンクアウトレット行きました。それはね、あの4期生 の西川春菜ちゃんにおすすめしてもらって、そう、春菜ちゃんにそう、もうすぐ関西行くんだけどおすすめの場所あるって聞いて、おすすめの場所で教えてもらって行ってきました。そうなんです、聞かなかったら多分知らなかったかも、大阪にアウトレットあるっていうのにそもそも知らなかったかも、うん、そうなんですそう、スカート2個買った、スナイデルの。スカートされなかった してないしてない、されてないですされてないです。そう、なんかもともとね、1日目もう朝めっちゃ、朝何時に出た、朝5時ぐらい5時ぐらいに新潟を出て、だからお昼過ぎぐらいに、まあ、関西に着いた感じだったんですけど、車でずっと行って、そう、そうなの。だからお昼過ぎぐらいに大阪に着いて、大阪でお昼食べるみたいな話だったんだけど、妹が熱を出してあ、そう、妹に会いに行ったの。そう、関西に行った理由は妹なんですけど、妹が今関西にいて、そう、で、あの本当はなんか普通に1日目大阪で遊んで2日目に妹に会いに行くみたいな予定だったんだけど、妹がね、熱を出してしまってね、急遽予定変更で妹のところに会いに行って、そうなんです。だから本当は昼間にそれこそ道頓堀とかもうちょっと遊ぶつもりだったんだけど、まあ夜ご飯だけ食べに行きました。あ、でも全然めっちゃ元気でした妹はめっちゃ元気でした、はい、そうなんです。それで夜串カツ食べて、次の日にアウトレット行って、そうなの、その日の朝熱が出たみたいな、そう、でも全然元気でした。そう、だからもともとはあの2泊3日したんです、あっちに、あっちに2泊3日したんですけど、もともと2日目と3日目だけ会う予定だったんですけど、結局3日間全部会っちゃったっていうそうなの。 NMB 劇場はだからその夜ね7時ぐらいに行ったかな、7時ぐらいに行ったから全然公演中で、
そうで、多分ファンの方も皆さん劇場内に入ってるじゃん。だから全然、まあそもそも新潟のメンバーが MNB 劇場にいるなんて誰も思わないじゃないですか絶対だしさすがになんか多分私のこと知ってる人なんていないと思ったから、めちゃくちゃ普通に劇場行きました。めちゃくちゃ普通に劇場行って一曲ちょっと見て、なんかロビーにねモニターがあって、なんかロビー館っていうほどじゃないんだけど、ロビー館っていうほどの場所広さはなかったけど、でもなんかモニターついてて、そうちょっとだけ見てきました。そうなんです。プロフィール写真より可愛くていいですね。ありがとう。漏れないからプロフィール写真漏れないからありがとうございます。そう、あ、なんかね、でも実際そのモニター見た時3人ぐらいなんかお客さんファンの人なんかいたけど、まあそりゃ気づかれないですよねそりゃ気づかれると思って言ってないし、こっちもどうせ気づかれない、気づく人なんているわけないと思って言ってるから。知ってるスターさんいないですね。ねんびさんいないですね、うん、マスクとか、え、もう何にもしてない、何にも、帽子もマスクも何にもつけてないです。あ、そう、なんならおへそ出てただからさ、そのさ、ねんび劇場のさ写真をさ載せたんですよチャットに。その日着てた服がね、なんかお腹が出てる服だ、私服ですよ、私服なんですけど、お腹が出てる服だったんだけどさ、めっちゃ突っ込まれた返信そんな格好で歩いちゃダメ、おへそでもいや確かにね、でもあの服新潟で着てたら結構浮くなって感じで、まあ新潟ではまだあの服着たことなかった、あの日初めて着た服だったんですけど、新潟では確かにちょっと浮いたかも。でもなんか、え、いっぱいいたよおへそ出してる人関西にはおへそ出してる人いっぱいいました全然、新潟はねそんなにいないけどね、うん、全然めっちゃいました。あとやっぱ外国の方が多いからさ、そう海外の方がすごい多かった、道頓堀とか行っても。だからなんか海外の人全然全然おへそ出てますそれも変だけど、日本人もおへそ出てます、みんなおへそ出てますみんな出てたらちょっと嫌ですね。全然ね、関西全然そうだよね、そういう格好の方多いし、なんか私でもちなみにその日めっちゃ雨だったんですけど、私のイメージやっぱ新潟よりも天気がいいイメージ、関西とかそうだから、じゃ薄着でも全然いけるなって思って、お腹出ても全然余裕と思ってあの服持ってったんで、持ってったと着てったんですけど、え、めっちゃ雨降ってるし次の日土砂降りだし3日目だけ晴れてました。なんか、え、聞いてた話と違うんだけどこっちって暑いんじゃないの新潟よりって思いました全然雨だった。まあでも全然おへそなんて出てますねちょっと関西行ってくる。え、何、おへそ目的、私はいないけど大丈夫え、でも全然声かけられるも何にもないです、何にもなかった。まあでもさ、パパといるからかな友達同士とかだったらこれ声かけられてたりとかしたのか、パパとだったからね何にもない何にもないです、ご安心くだされ。肌見せ多かったの、え、わかる。3日目の服も昨日着てた服も結構なんかタンクトップ、なんかこっちはタンクトップなんだけどこっちノースリーブみたいな、のキャミソール、こっちから見たらタンクトップでこっちから見たらキャミソールみたいなあの服を着てたんですよ。それにミニスカートになんかスケールシャツみたいな着てたんですけどね。そうでも私思ったの、あれなんかなんて言ったらいいの、普通に家族旅行だから着れたかなってちょっと思った。あ、家族旅行か、あとまあ女の子同士の旅行だったら全然着れたかなって思う。でもなんかあれデートで多分着れないなって思ったえ、わかる、珍しいでしょあの服装、めっちゃ珍しかったですよね私にしては。そうだからあったかいと思ったから、あっちが
あったかいと思ったからちょっとなんか薄着でいいかなみたいな、あの別に出したがりとかじゃないんですけどそういうわけではなくね、いや暑いと認識してたからさ薄着で行ったんですけど、そう、え、なんかさすごいさ、これはわかんないんだけどさ、そのえ、どうなのどうなんですか、なんかその好きな人がその肌見せの服を着ていた場合ね、自分に見せてくれるのはまあ嬉しいって思うじゃんきっと、わかんないけど、でもさ普通にまあなんていうの、外をさ出歩くってなった時にさ、なんか嫌だ嫌ですかメールとチャット撮るしかない、撮ってよ今すぐ撮ってよなんかしかも移動時間やっぱ長かったから、その関西行くまでにめっちゃ TikTok をずっと見てて、でなんかそれでちょうどこれ本当にたまたまちょうど TikTok で流れてきたんですけど、なんか好きな人になんか露出のある服を着てほしいかしてほしくないかみたいな、なんか路上インタビューの動画が流れてきて、そう流れてきて、ああなるほどねって思ってたところだったから、ちょっとき、うん、聞いてみようかなって思ったって思ったんだけど、好きな格好すればいいんじゃない、まあそうだね、そう異性の目が気になるから少し嫌かも、え、そうだから多分いろんなタイプがいると思うんだよね、そう寒そうって心配になる、優しい優しい、そうなんですよ、それを見て嫉妬するのはその人のことが本当に好きな証拠で、いや確かにそうかもしれない自慢できる彼女、確かにね、でもさそれをさ、なんかその自分の前でだったらいいけど他人の前ではあんましてほしくないっていうタイプの人がなんか いるぽしくってぽしくってその TikTok 流れてきたやつああそうなんだと思って、まあだから全然その家族旅行だったから全然何にも気にしなかったけど、そうだからなんかなんていうの、あ全然その私的には新潟より暑いという認識だったから薄着の服を選んでいったに過ぎない、それだけ理由はそれだけなんですけど、そうでもなんかまあ家族だから何とも思わなかったけど、まあそういう見方もまああるかみたいな感じでしたそう服装より朝ごはんショットがさすがです、あチャットの、え、あれ本当に本当にもしかも寝ぼけてたあの時寝起きでも顔洗ったから顔洗ったのにつけてたんですけど本当なんか妹がさこっち私の左隣でご飯食べてて、私が普通にここで食べてたらここについてて、なんか急にさ、え、なんか何つけてんのみたいな言われるまで本当に気づかなかった、つけちゃってた朝ごはんのクリームつけちゃってた顔にそうなんです、天気予報見てなかった、いや見ましたちゃんと見ました、雨って言ってた 100% って言ってた降水確率、そんなの信じないと思って、いやでもだから2日目はちょっとそんなに薄着じゃない服にしました、そうですよ、あれは本当になんかつい気づいたらついてた、言われるまで本当に気づかなかった、寝起きとは思えなかった、いやさすがにあの写真は寝起きだって、もう髪ボッサボサすっぴん、だからこんなつもりじゃなかったからさ、そんなつくなんて想定できないじゃないですか普通になんか朝ごはん7時半になんか集合でみたいな、
みんなで朝ごはん食べて、そこからじゃあ9時半に出発するよって言われて、だから7時半にご飯食べた後、なんかそこからメイクして支度して9時半に出発できるようにのつもりだったから、そう、まさかそんな顔にクリームつけるなんて予定外すぎるそう、でもなんか妹についてるよって言われたから写真撮ってって言いました証拠写真を撮らせたのは私です証拠写真撮らせたのは私です、撮ってって言った。でも別にわざとつけたとかではないです寝起きだからクリームつちゃん仕方ない、寝ぼけてたから、そう、感覚ない、顔に感覚なかったからそうなんです。だってしかもさ、あれさ、コッペパン、ファミマのコッペパンだよそんなクリームつくほど入ってなかったはずなのに、なんでこんなとこにクリームがついたのかわかんないんですよねわかる。しかもついて、普通に食べてついてもこことかじゃん、なんか口の周りとかじゃん、もうここについてて、どうやって食べたらそこにつくのみたいなとこにクリームついてて、私も分かんなかった本当に。だからね、あのわざとじゃないんですよわざとじゃないんですよっていうのを、そこまでちゃんとチャットに書いたら、なんかこれは本当にわざとじゃないみたいな書き方をしちゃったから、あ、じゃあいつもはわざとなんですねっていう、すごいひねくれた捉え方をされて、うーんってなりましたそういうことじゃないんだけどってなりましたちょっとファミマのコッペパン買って検証します。してみて、生コッペパン、カスタード&ホイップです。やってみて、やってみてそう、え、なんでなんだろうね、本当にちょっと分からなかったやってみたいけど需要ありますかやってついたら写真は撮らせるんだよ人にあ、ついちゃったから撮って撮らせてね、ちゃんと妹さんはアイドル知らない。あ、でも妹はその日のお昼ご飯、ハンバーガーを食べてたんですけど、口の周りめっちゃつけてましためっちゃつけてて、あのパパにお姉ちゃんよりあざとくなってるよって言われてたしかも妹は、ね、この辺とか顎とかにめっちゃソースつけてたよアイドルよりあざとくなってどうすんのってパパにいじられてましたあ、そうそう、家計そういう家計そういう家計なんですよね、きっとパパは何かつけてた。あ、パパはしょっちゅうつけてますパパはしょっちゅう口に何かついてますパパ譲りですね、うん、確かに思い返してみればパパも結構口についてること多いです。で、ママについてるよっていつも言われてるそういえばそうでした。そう、やっぱそういう家系だったんだでも全然パパが口につけてても可愛いって思ったことない可愛いって思ったことないけど血は抗えないですね、親譲りでしたしてうらやましい。うん、でも確かに仲良しかも。
そう、なんかもともと本当は私がめっちゃ休みだったから、この期間1週間ぐらい休みだったから一人で本当は妹のところに会いに行こうと思ってたんですけど、そう、でもなんか多分パパも寂しい、会いたいのかな妹も。そう、最終的にパパもおばさんもついてきてくれて、そう、なんならパパが全部運転して、そう、なんかその結局私が一人で行くってなったら新幹線か飛行機かで行って、でホテルも自分で取ってとかしなくちゃいけないから、なんかそれだったらホテル代出してくれんなら車で一緒に行ってあげるみたいなで、そう、なのでパパが運転して行った。だから交通費はその分さかからないじゃないですか、新幹線とか飛行機とか。でもホテル代は払ってねみたいな感じで。でもなんかめっちゃ泊まったホテルがすごい良くて、そう、良くて、1日目はなんか飲み放題のついたホテルでしたホテルに飲み放題ついてたから、その日は串カツ食べに行った日だったんだけど、串カツ屋さんに行く前に一旦ホテルで一杯やってから串カツ屋さんに行ってで、なんかその飲み放題がね、何時までだったか、22時までとか23時までとかで、その22時までとか、飲み放題が22時までとかだったから、あの串カツ食べに行って、そこでもまあ飲んでるんですけど飲んでるんですけど、その後やばい22時に飲み放題終わっちゃうってなって、その前に急いで帰ってきて、あの締めの一杯ホテルでやりましたしかもなんかそのラーメンも食べ放題みたいな、その9時から10時までの間はラーメンがやってて、そのラーメンもなんか食べ放題みたいな感じで、ラーメンもしっかり食べて、締めのラーメンもホテルで済ませたそうだから1日目、でも1日目はだからふわふわぐらいでしたベロベロじゃないです。あ、そう、0時間一旦ホテルでやってから串カツ屋さん行きました、1日目。そうでも1日目はふわふわくらいだった。ふわふわって言ったよね私。ふわふわ、いや、いい表現の仕方を見つけたなって思いましたふわふわくらいだった、うん。新潟に前乗りしてロケもある。すごい、めっちゃ充実してる。ふわ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 ベロベロ、いやいや、そんな単純じゃないですよ全然ベロベロじゃなかったな、うん、全然ベロベロじゃなかった。なんかちょっとさすがにやばいと思った瞬間もあったんだけどなんかその串カツ屋さんに行って、一旦ホテル帰ってきた後、次の日の朝ごはんを買おうと思って、そのホテルの近くになんかその関西のスーパーみたいなのがあって、なんかその関西のスーパーに朝ごはんを買いに行ったんですよ。なんかその時にさ、次の日の朝飲む飲み物をと思って、なんかいちごミルク買ったんですさすがに朝からお酒とか選ぶわけない、いちごミルクね、いちごミルクですよ、いちごミルクを選んだんで、あ、これにするって言ってパパが持ってたカゴの中に入れたんだけど、その入れようとした時にカゴに入んなくて床に投げつけちゃってさすがに、あ、やばい、酔ってるこれはって思いました投げつけちゃった床にちょっと手元がね、そうでもそれぐらい、あ、やばい、自分酔ってるなって思った瞬間はそれぐらい。でもだから全然ベロベロとかじゃないです、ふわふわでした。あ、違う、ふわふわでした、はいちゃんとパパだな、大丈夫、それは大丈夫大丈夫、いやいや、ふわふわです。その時はちょっと手が滑っちゃっただけ。そう
そうそう、手が滑っちゃっただけ、別に酔ってるとかじゃない。そう、ふわふわでした1日目はね。でも2日目の方が、2日目のでもね、飲んだ量としては全然多分1日目の方が多かったんだけど、なんか2日目の方がちょっとなんか回るの早くて2日目はふわふわぐらいでしたふわふわでした。あのなんか1日目はふわふわだったとしたら、2日目はふわふわって感じでしたね、うん、でも全然ベロベロじゃない。だってその後妹と1時半ぐらいまでずっと喋ってて、全然だってもう本当に本当にベロベロだったらもうなんか寝ちゃうじゃないですか。全然そんなことない、ふわふわくらいでした。はい、ちょっとなんか間にちっちゃいつが入るくらいのふわふわ感でした。いや、私がベロベロになることない。ふわふわくらいでしたから。妹はまだ飲めない、妹まだ18歳なのでまだ飲めないんです。だからお風呂上がりになんか自販機のジュース、缶ジュースを一緒に買って、そう一緒に飲みました。ジュースなんだっけ、CC レモンのなんか缶ジュースみたいな。安心してください、まだ未成年なのでそう、締めのジュース飲みながらずっと夜中まで喋ってました。そう、なんかやっぱさ寂しいかなって、配信、私の配信がないとみんな寂しいかなって思って、てか普通に妹と会うのがめっちゃ2ヶ月ぶりとか、妹と会うのがすごい久しぶりだったから、なんか妹と配信できたらいいかなってちょっと思ってたんですけど、でもなんか全然全然飲んじゃったし全然飲んじゃったし、最初からそのつもりなんてないでしょっていうレベルで全然普通に飲んじゃったし、絶対に配信できないと思ってしなかった。いや、さすがに自粛しましたさすがにね、そうふわふわだったからちょっとそうできない、絶対怖すぎ、しないよそんなのそう、妹との配信がさやっぱさ全然できないじゃないですか、離れてるからさ、まあ電話だったらできるけど、そうだから妹と配信できればしたかったなって思ったんだけど、ちょっとできなかったですね私が絶対にできなかったですねそうなんです、だからちょっとそうふわふわくらいでした。全然でもそんなベロベロとかじゃない、ベロ自分でベロベロ体験したことないし、ちゃんと節度を持って節度を持って楽しんでいるので、はい、ふわふわ配信みたいです。できないしね。そうそうそう。そうなんですよ。でも全然私もまあ大丈夫だと思うんですけど、ね、全然大丈夫だと思いますけどしません。そう、だから結局結構ちゃんと楽しんじゃってたやばい、配信しない理由がこれで本当に申し訳ないんですけど、はい、おかげで配信しませんでしたお土産でお酒買いました。そうなんです買ってしまいました、迷った挙句。そうなんかね、なんだあれは、なんか
濁ったワインみたいな。マシモカホを誘っておきました。関西でお酒買ってきたんだけどって誘っておきました。お酒飲まなかったし、うん、そう妹とやれたらいいなと思ってたけど、すいませんすいません、ちょっとそうですねこっちを選んでしまいましたそうなんですよ。やめちゃう、ずっと喋ってた。普通に妹の学校の話とかもしたし、こっちの話もめっちゃしたし、あと恒例の TikTok、 最近気に入ってる TikTok の動画を見せるんで、なんかめっちゃ謎なんですけど、これ妹とよくやってて、自分のとこに流れてくる TikTok の動画で面白かった動画を妹に共有するっていうだけの時間なんですけど、 TikTok の見せ合いやってたら夜中の1時過ぎてました。え、そう、なんかね、なんか果実酒みたいなやつでした。柑橘系の果実酒のなんか3本セットみたいなやつ買いました。あ、こんぐらいですよ。やだ、そんななんかでかいの3本とかじゃないです。やめてください。これぐらいです。これぐらいの大きさのやつのなんか果実酒3本セットみたいなやつです。安心してください。さすがにまだ開けてません。昨日持って帰ってきたばっかり。いや、そうなのよ、車だからね、めちゃくちゃだから買って帰りましたね。そのアウトレットで服も買ったし、何買ったっけ、あ、あとメンバーにもお土産買いました。今日公演の時に劇場に置いてきました、メンバーのお土産と。そう、めちゃくちゃ、うん、え、そう、たこ焼きチョコ、え、なんで知ってんの誰か乗せてたそう、めっちゃ美味しいんですよ。なんかね、たこ焼きの形したクッキーチョコみたいなので、ひらかぴから報告、あ、そうなんです。なんかね、前にその私初めて妹のところ行けて、家族はもう何回か、それこそ入学式とかなんかことあるごとに結構関西ついて行ってて、親はなんだけど、私ずっとタイミングが合わなくて初めて行けたんですよ、妹のところにね。そうで、なんかそれまで親が何回か関西行ってたから、そうだからなんかその度にお土産を買ってきてくれてて、だからめっちゃ前、いつだったっけな、1ヶ月前ぐらいになんかお土産で肉まんもらったってなんか言った気がするんだけど、あれ、あの551ですの肉まん買って帰ってきてくれたことがあって、そうとか、なんかだから親は結構関西ついてってて、私は初めて行けたんですけど、その時にもらったんですよ、一回そのたこ焼きのクッキーみたいなチョコみたいなのもらって、めっちゃ美味しくて、 それでなんかそっからうちの家族がめっちゃハマって、それをで、しかも見た目もね、めっちゃ可愛い、たこ焼きの形のやつでめっちゃ可愛いから、そう、これメンバーにお土産に持ってけばって言われて私も買いました。そう美味しいの、でも本当に。え、ちなみにちなみにそのなんかたこ焼きの形のチョコを、そう、親が一回関西のお土産で買ってきてくれたことがあって、その時になんかお好み焼きの形のチョコも買ってきてくれたんだけど、でかすぎてまだ食べれてなくて、え、ちょ、見てほしい、めっちゃ可愛いんですよ、ちょっとずっと冷蔵庫に入りっぱなしだから見てほしい。
て、これお好み焼きの形のチョコ、ずっと食べれなくて、でかすぎて一人で食べるサイズじゃないんですよ。でかすぎしかもコテつきね、めっちゃ可愛いですよね。こういうこれのこれのたこ焼き版みたいな、同じお店。そう、一人じゃ食べれなくて、誰か食べに来てください。でもさ、今さ箱に賞味期限が書いてあって見てしまいました。私2月25日、めちゃ過ぎてる。食べるタイミングを見失ってめっちゃ過ぎてました2月はやばい3ヶ月も過ぎてた川越さんの卒業後に、え、そうじゃん、サイに持たせればよかったかな2月でしたでも全然なんか見た目多分いける、食べれるよ。うん、チョコだしね。ずっと冷蔵庫に入ってたから絶対に大丈夫だと思うけど、余裕そう多分いける、全然大丈夫。そう、でもこういうお菓子、これのたこ焼きをメンバーにあげました。そうで、うん、多分、あ、そう、賞味期限って書いてある。でめっちゃ可愛いよね、絶対に一人で食べる量じゃないけどうん、2024年の2月25日だった過ぎてる。ずっと冷蔵庫に入れてた。だからね、今これ冷蔵庫から出してきた時、ここにめっちゃペットボトルが上に乗っててお茶とか水のペットボトル乗せちゃってた上にでも、うん、いつか食べる早く食べろ食べます。ちょっと戻してくる、怖いから戻してきちゃったあ、ちなみに今冷蔵庫を開けたらあれが入ってました、スパークリングの日本酒なんかさ、やっぱさ開けたらすぐ抜けそうだからさ、開けるタイミング見失ってて、まだ飲んでないんだよね。なんか私が買ったよって報告したらさ、みんながさなんか買ったよって、でもみんな先に飲んでて私まだ飲んでないんだけどってなりました。美味しかった、買った人まだ飲んでない、結構なお値段の、いや、そうなんですよ、ちょっとね高いよねでも買っちゃったんだよね開けたらその日のうちに飲むことをする、やっぱそうだよね、炭酸抜けるよね。そうだからちょっと開けるタイミングを見失ってて、とりあえず冷やすだけ冷やしてた。なんかこの1週間ゴールデンウィーク明け1週間休みだったからよしって思ったんですけど、意外とね、そのそれこそこう長期的に家からいなかったりとか、そのなんだかんだで、あと実家が帰ってたり、おばあちゃん家行ってたりとか、なんだかんだ1週間すごい予定詰め込んで過ぎちゃったから、そうだから自炊もさしようと思ってさ、
なんかいろんなもの買ってた、野菜とか買ってたんだけど、意外と1週間家にいないじゃんみたいな日が多くて、頑張って消費しました。アボカドだけ消費できなくて、まあアボカドはまだ大丈夫、時間置いた方が柔らかくなると思って放置しちゃったけど。そうなんです、実家帰ったらパパと飲み、でもね、実家帰ってもそんなに飲まない、飲まなかった、もともと実家にいるときそんな飲まなかった、外に行ったときしか飲まなかったから、実家に帰って飲んでなかったです。でもその関西行ったときはもうパパもおばもめっちゃ飲めるから一緒に飲んでました。そう、かおちゃん呼んで一緒、うん、だから誘いました、あの関西のお酒も買ったし、スパークリング冷えてるよって誘っておきました、はい、そうなんです、飲みやすくて一晩で飲んだ、マジ、でも一人ではさすがに飲めないよね、さすがにね。あ、そうなんです、一人暮らしになってそう自由になっちゃってね、そう、そっから結構、そっから結構もともとまあ飲めたけどあんま飲まなかった、こんなはずじゃなかったんですよ。そう、一人暮らしを始めた弊害はそれくらい基本自由に暮らさせていただいてますけど、そう、こんなはずじゃなかったランキング1位はそこ、絶対にですね。まあでもあれはね、そう、いや確かにちょっと高かった、でもカホと一緒に飲むために買ったから早く来て早く来てください。そうなんです、あ、そう、なんかでもそれでね、その1日目と2日目違うホテルに泊まったんですけど、向こうにいる時になんかどっちもお風呂がついてて温泉に入ってきました。私本当は温泉ってあんまり好きじゃなくて、でもなんか気づいたの、この2日間お風呂に入って、温泉は好きなんだけど、温泉は、うん、好き、うん、なんだけど、知ってる人とあんまり入りたくないっていうのが分かった。なんか温泉、まあそりゃ人はいっぱいいるじゃないですか、温泉、みんなの温泉だから、だからなんか人と入ることに別に抵抗があるわけではない。でもなんか自分の知ってる人と一緒にはあんまり入りたくないなって思って、でもなんかそれね、すごい思った、今日じゃなかった、なんかその妹とおばとパパと私と4人で泊まってたんだけど、わ、めっちゃこれなんか家系なんだなってすごい思ったのが何個かあって、わかります。そうだから、その、まあ、パパは男一人だから普通に一人でお風呂行くじゃないですか。でなんか私は2日目は妹と二人部屋だったんだけど、妹は部屋のお風呂に入って、そう私はお風呂に行った。まあ妹とは全然ちっちゃい頃から一緒に入ってるから、まあ、妹はそんな気にしたことないけど、そう。そうなんです。わかる。だからそうなの。修学旅行とかあんまり、だからメンバー同士とかでもあんまり好きじゃなくて、そう、だからメンバーと温泉旅行とかあんま正直惹かれなくて、いや、そう、旅行は行きたい、メンバーと旅行はめっちゃ行きたいけど、なんか一緒に温泉は、うん、大丈夫かもってなっちゃうそう、でもさ、お仕事とかでさ、その行く時も佐渡とかね、例えばとか、まあどうしても一緒になる時とかあるけど、そうなんですよね。そう、でもなんか私は結局私しか温泉に行かなくて、妹もおばも部屋のお風呂に入ったから私しか行かなくて、だからその時は全然大丈夫だった全然大丈夫だったし、っていうか、なんかもともとちっちゃい頃からキャンプにめっちゃ行くから、キャンプ行った時ってそのキャンプ場の近くの温泉とかに行ってたんですよ、家族で。
だからなんかその温泉自体にそこまで抵抗感はないっていうか、むしろキャンプだとなんか温泉に行くがメインみたいなところあるから、そうだからなんかそういうので慣れたんだろうなって感じ、温泉に関しては。そのさ、だって普段から温泉とかって行かなかったらさ、そのなんていうの、温泉のさなんかマナーとか入り方とかってさあんまわかんないじゃないですか。でもなんか修学旅行、学校の修学旅行とかで初めてそういうみんなと大きいお風呂に入るから、あ、練習しようねみたいな感じだと思うんですけど、結構私はなんかちっちゃい頃からそのキャンプに行った時に温泉結構入ることが多かったから、なんかあ、それで私は結構まあ普段からそうやってお風呂に入ってたんだなと思ったけど、でもなんかあんまり知ってる、でも結構みんなもそうなの、知ってる人とあんまりお風呂入りたくない、なんかわかるよねそうでもな、全然知らない人とだったら全然大丈夫、うん、そう。あともう一個はこれ家計なんだって思ったことがあって、みんなはホテルとかでお泊りした時、あの浴衣とかなんかパジャマとか、そうホテルのやつ着るタイプですか？私はそう絶対に嫌で、そのあれ前回のビスかな、前回のビスでもなんか必ず旅行に必ず持っていくものでパジャマってあげたぐらい、私本当に自分のパジャマじゃないと絶対に嫌で持っていくんですけど、でもちろん今回も持ってったのパジャマ。そしたらさ、そう1日目は妹は普通に自分の家に泊まってたから、1日目はパパとおばと3人で一部屋に泊まったんですけど、全員自分が持ってきたパジャマ着ててそう荷物少なくしたいからパジャマ持ってかないっていうタイプの人も絶対にいるじゃないですか。そうでも私は荷物が増えてもいいから自分のじゃないと着たくないっていうタイプなんですよ。そう、いやわかるよ、荷物になるよね、だからそれで私はパジャマを持ってったんだけど、そしたらパパもおばも自分が持ってきた服を着ててそうなんかさ、メンバーと普通にその仕事とかで泊まると結構全然メンバーはやっぱ荷物減らしたいタイプの人の方が多いから、ホテルのそのパジャマとか着る子が多くて、今までその一緒に泊まった時、そうだからあ、そうなんだと思って、着るタイプなんだみたいな感じだったんですけど、でも家族で泊まった時は全員がそうで、あ、私はこういう家系で育ってきたからこれが当たり前だと思ってたんだちなみに妹も2日目は一緒に泊まったんですけど、妹もちゃんと自分のパジャマ持ってきてて、なんかあ、やっぱそういうのって家系によるんだなってすごい思いましたね。なんか家族でこう泊まって旅行みたいなのって結構久しぶりだったから、ああそうかって感じでしたパン1で寝ます。え、待って、ホテルでは嫌かもホテルでは嫌かも、自分の部屋とかだったら全然いいと思うけど、ホテルでは絶対にやらないかもいや自分の部屋でもやらないけどやらないけどいや分かる、荷物減らしたい気持ちもある、分かるけど、あのね、減らすとかじゃない、絶対に持っていくもの、もう減らせるものだと思ってない。だったら私服とかの方がまだ全然、なんかデニムぐらいだったら2日間着回しても全然ありだなとかって思っちゃう。でもパジャマは絶対に持っていかなきゃダメみたいな、減らせるものだと思ってない私は。すごいわかる。あ、浴衣は全然まだ大丈夫かも。あのなんかなんて言うんですか、ホテルのパジャマ独特のなんかワッフル生地みたいな入れちゃうと苦手、うんね、旅行行った感は確かに出るよね、まあ、浴衣だとなおさらそうだよね、うん、なんかめっちゃ家計なんだなってすごい思った。そうあとさ、なんかさ、まあ、場所にもよるけど、だいたいホテルのさなんかパジャマってこのワンピースタイプが多くないですか。汚いのがあんまり好きじゃない。なん
か私パジャマめっちゃこだわりあってあでもなんか今回はそのやっぱ荷物減らしたい気持ちもやっぱちょっとあったから、薄いパジャマ、あのジェラピケの福袋の中に入ってた薄いワンピースタイプのパジャマを持って行ったけど、なんか普段だったら本当だったらなんかあんまりそのワンピースタイプ好まなくて、もうちゃんとちゃんとパジャマっていうそのズボンタイプがいい。だからその可愛い、わかるよ、ジェラピケはやっぱ可愛い可愛いけど、でも半ズボンも結構私許せなくて、そう絶対に長ズボンじゃないとやだ可愛さよりもね、快適性、寝る上での快適性を求めちゃうから長ズボンの方がいいし、あの長袖がいい。冬は絶対長袖、夏でも長袖がいい、夏でも長袖長ズボンがいい、あの100歩譲って半袖長ズボン、長ズボンは絶対みたいな。そうだからそうなの。え、そうワンピースタイプってなんか足開放的すぎてさ、なんかあんまり好まないんだよね。守ってくれ私の足をって思ってるそうだから長ズボンがいいんですよ。だからそのホテルのって結構ワンピースタイプが多いから、ズボンちゃんとズボンがいい。てか私はあれだね、自分の持って行ったパジャマがワンピースタイプだった場合は下に絶対履く、あのなんか着圧レギンスとか、おへそ出すのに、じゃあ寝るときは出さんって寝るときはもうしっかり守らせていただきますね、全身そう全身守るから。外に出るときは全然なんかミニスカートとか全然履くけど寝るときは守らせていただきたい。さすがにインはしないけど、あでもあの何キャミソールをインして、さすがにね、このパジャマの上をこうズボンの中にインするタイプではない、さすがにそれはしないけど、でもあの物理的にはお腹も揉まれてる状況にはあるようにしてる腹巻きはしてないけど外に出るときこそ守ってください外に出るときはいいじゃないですか、だっていいじゃないですか、私は履きたいし、私は履きたいし、だって寝るときこそ履く、違う寝るときこそ短い意味ってあんまなくないですか、誰が見るのってなんかすごい見せるためにミニスカート履いてるみたいになっちゃうけど、そうすると外で、違うそういうことじゃないけどね、それは私が履きたいから履いてるだけなんですけどおへそも別になんか誰かに見せるためにそれを着ているわけではないです。だから別にその普通に私が着たい服を着てるだけなんですけど、握手会の短パン、私握手会短パン履いてたことありました？もう記憶全然ない、まあ、スカートはねあるけど、でも一時期レッスン着までめっちゃ短パン履いてた時あるレッスン着はレッスン着の短パンちょっとどうかしてたなって思いますけどあ、空き缶パンがお腹出てるタイプでしたっけ、そうですね、今日のポジションだと出てるかな、あのわちゃごなの時はあんまり、まあ、出るけどそんなに出ないかも、でも基本そうだね、空き缶は結構出るかな、うん、お外ではご自慢の美脚を見せたい、じゃあ見せたがりみたいになってる、違うそういうことじゃないです、普通にミニスカート好きだから履いてるだけですけど、オタクとして善悪さ、ああ、その時はもうあれです、私はいずれ NGT になりますよっていう気持ちで言ってたから言ってたからその格好だった、そ
そんな話もありましたね。みやちゃんってどこのブランドが好きなの？あー、でもそれこそアウトレット、リンクアウトレット行った時はスナイデルで2着買いました。さ、アウトレット行くとさ、うさぎオンラインめっちゃ集まってるからさ、そこで買うこと結構多いかもです。あ、危ない。みゆちゃんスタイルいいから映えるよ。嬉しい、ありがとう。ありがとう。その話好き。え、待って待って待って、あ、握手会、長岡の握手会の話。今考えるとめっちゃ面白いですよね。ちょっと眠くなってきた。え、確かにそのさっきのマシンガントークよりかはちょっとゆったりになってきた。え、思ったより時間に余裕ができてきたなって思って。まだ時間は大丈夫ですよ。じゃあ喋らせていただきます。ちょっと口が回んなかった。喋らせていただきます。そう、その時は私はいずれ NGT 入りますけど、今から私のファンになる人いませんかっていう気持ちで参加してた。でも本当にその気持ちがあったからファンの人覚えようとしてた、その時。でもてっぺん配信、なんかもうさ、何にも言わなくてもその時間までやると思っちゃっててやっちゃってたし、みんなもそのつもりだったでしょ。全然そのつもりだったでしょ。まだ時間あるよっていう気持ちだったでしょ。私も全然そ、なんかなんなら今日3時間とか全然時間ないじゃんみたいな。10時15分から始めたから1時間2時間2時間もないなって思ってた。2時間ないよね。2時間もないなって思ってた。さすがだね、みんな。しかもやっぱさ、しばらくなかった、やってなかったからさ、寂しかった。あ、そうだそうだそうだ、一個言い忘れてました。いや、これ本当に今日どうしようか迷った話があって、よかったってちょっと思ったことがあったんですけど、ね、今日の公演の MC でなんか恋してる話みたいなあったじゃないですか。なんか最終的にめっちゃ意味わかんなくて終わったんだけど。なんか最終的に火の VS カホのなんか金髪コンビで終わったんですけど、あの時間は一体何だったんだろうみたいな。え、そう、でも本当に私どうしようって思ってた。でもなんか誤解を招くじゃん。そう、私が何に恋をしてるかどうかは一個ちょっとまあ秘密にしておこうかなって思うけど。そう、でもさ、なんかその誤解を生む言い方しか思い浮かばなくって。なんかさ、そのなんかこの場を凍らせてしまう可能性があるじゃないですか。それ言っちゃダメじゃないみたいな、それやばくないみたいな、なんかなりかねないなって思ったから、なんかめっちゃそう言いたいことはあったけど言いたいことはあったけど、なんか言えなかったですね。そう、言わなくても伝わってた。あ、それは本当によかった。なんかみんなだったらやっぱそうかなって思ったの。言わなくても私が何に恋してるかなんてまあ伝わるよねって思ってました。そう。回ってくるの期待、いや、なんかその回ってきたら全然言えたけど、
その誤解を生まない言い方誤解を生まない言い方を必死に考えた結果はちょっと分かんなかっただからなんかすごいヒモの謎のオチで終わってちょっと一安心してましたでもなんかその何言いたい気持ちはあったよ。めっちゃそう言いたい気持ちわ私めっちゃありますってありますって感じだったけど、なんかうまくね言い方がちょっと難しかったよね新潟駅だって言ってんの分かるあれさカオの言い方がめっちゃ面白かったよね喧嘩越しなのめっちゃ面白かったしかもその後さ帰りがさ金髪同士でみたいなそのツッコミが一番面白かった。いや今日はなんか自由でしたね今日の公演はすごく恋してることいや難しかったね。なんて言ったらよかったかな。なんて言ったら誤解を生まずに私の言いたいこと言えたんだろう。まあでも言わなくても伝わってることがやっぱ一番大事だと思う言わなくても伝わってることが一番大事だよねヒノなんて言ってたんだっけ。5回ぐらい言ってたけど本当に分かんなかった。恋する恋に恋してる乙女がどうたらこうたらちょっとずっと分かんなかったなずっと分からなかったなそん恋に恋する乙女つまりどういうことずっと分かんなかった。誤解を生む言い方でヤフーニュースに載せよ。それいい乗り方じゃないよね絶対にいい乗り方じゃない。もっとなんかいい乗り方したいいい乗り方したいからそれはしないけど、そのー難しかった。でもちょっとその参戦するか迷ったって話、今日の公演のその MC に迷ったけどいい言い方が見つからなくてちょっと黙ってた。黙ってたら隣の三村さんがなんかずっと言ってたみたいなのが今日のあそこの公演の MC でした。でなんかそのなんかさ最近さこの MC でさ しゃべろうと思ってたことはちゃんとあったけど言えなかった時の反省会をいつも配信でしちゃうんですけど、なんかあのもう一個セカオ終わりの MC 最近買ったものみたいな話があったじゃないですか。最近買ったもののなんか何かなってめっちゃ物買っちゃうからさ最近買ったものって何だったかなって結構考えてたんですけど、考えたんですけど妹にアイシャドウ買ってあげたって言って好感度上げようとしてました言わなくてよかった言っちゃったけどでもそれは事実だからね。本当にちゃんと妹にアイシャドウ買ってあげたんですよ。あ、新潟駅じゃないです、どこ関西関西で妹にアイシャドウ買ってあげました。でちょっと言おうと思って言って好感度上げようと思ってましたでも結局言わなかった。なんか新潟駅すごい新潟駅押してくるからさすごい新潟駅押してくるからなんかちょっと新潟駅で買ってないからやめとこうみたいなやめとこうって思って、はい、やめました。黙ってました。今日の MC はなんか静かに潜んでました何の話なんかね、 B アイドルの何にしたんだっけな、ベージュ
6番。全然だから2000円ぐらいなんですけど2000円で好感度を買おうとしました。ごめんなさい2000円で好感度買おうとしちゃった。なんかそれがすごいデパコスとかだったら、おお、やるやんお姉ちゃんって感じ。ごめんなさい、2000円ぐらいです2000円ぐらいです。でも喜んでくれました、ちゃんと。久しぶりにね会うからね、なんか買ってあげようって。だからちゃんと新潟のお土産も買っていったんですよ。追加買って行ってあげました。そう、なんかね、一番人気の、なんかあかりんさんの YouTube でなんかこの色がめっちゃ人気ですって言ってたからおすすめしてあげたそう値段じゃなくて気持ちだよねそうだよね。そう、ずいか、なんかさ、その私の妹が新潟から旅立ってから新潟駅が新しくなったから、私の妹はまだ新潟駅を知らないんですよ。あのマシモカホさん一押しの新潟駅を知らなくて、そう、あのさ、お土産屋さんとかできた時にももういなかったから、そう、成城石井がオープンした段階でもういなかったからさ。そうで、なんかそのズイカのお店ができたじゃないですか、あのルマンドのお店があって、ハッピーターンのお店があって、その隣とか、なんかその辺にズイカのお店ができたんですよ。で、なんかそのズイカのこの4個セットみたいなのが、でっかい保冷バッグに入ったなんか4個セットみたいなのが売ってて、そうでそれをね、最初買っていってあげようかなって思ったんですけど、なんか中の味がエビと柚子胡椒と青のりとチーズみたいな感じだったんだけど、私の妹エビがあまり得意じゃなくて、あと多分柚子胡椒もあんま好きじゃないんだろうなって思ったから、なんか最初そのでっかいやつを買っていこうと思ったんですけど、最終的に全然何別で買いましたそう、あれね、メンバーがめっちゃ好きなの。なんかさ、あれってさ、新潟の人あんま食べなくない？ズイカって、なんかやっぱお土産って感じ。私も多分 NGT 入ってなかったらズイカ知らない。あの、そのお土産屋さんとかで見たことあるけど、多分食べたことはあんまりなかったと思う、新潟に住んでて。食べないよね。そう、でもなんか NGT 入ってズイカ美味しいみたいなメンバーがみんな言ってて、で多分 NGT で初めて食べた、劇場で初めて食べたかも。そうそうなんですよね。そう、だから多分妹もずいか食べたことなくて、 NGT じゃないから私の妹 NGT じゃないからさ、多分ずいか食べたことなくて、だからあげました。そうだよね、あんまり食べない。柚子胡椒美味しいんだ。柚子胡椒ってあんま食べたことないかも。やっぱ王道にエビとチーズめっちゃ食べるけど、柚子胡椒ってあんまり食べたことないかも。うん、あ、やっぱファンの方もメンバーから知ったみたいな多いよね。そうだよね。柚子胡椒美味しいんだ。なんかさ、でもズイカ結構袋でかいじゃないですか。そう、だから妹にあげたんだけど、これ一人で食べる、どうする、友達にあげるみたいな。でも実際多分食べれちゃうよね、一袋全然。なんかでかって思うけど、なんか中空気中空気美味しすぎて、意外となんか一人であれ多分食べられちゃうよね、一袋でかいけど。青のり派だよ。あんま食べたことないかもしれない。
じゃあ次は買っていってあげようかな。柚子胡椒と青のりとエビがね、あんま好きじゃないからね。あと5分だって。でもちょうど眠くなってきたなって思ってた、実はちょうど思ってた。サラダホープはね、なんか、うん、新潟の人にあげるっていうよりやっぱお土産感ある。しかもまだ妹お酒飲めないからさ、年齢的にね。お酒飲む人だったら嬉しいってなるかもだけどおかげさまで帰りの新幹線は楽しく。ありがとう、こちらこそ。体調悪いからとっくに寝るつもりだったけど、みちろ、寝てそれは寝て大丈夫ですか。寝てね。そう、でも私はきっとこれから公演見てしまう。いや、そうなの。この時間までさ配信するとさダメだよね。DM 見始めちゃう。だからこの後私お風呂をさ入れるわけじゃないですか。お湯を入れるんです、この後。そのお湯がさ、その湯船にさ溜まるまでの時間ってめっちゃ絶妙じゃないですか。その時間の間にさ、その DMM をさ見始めちゃうの。だってもうさ0時回ったら見れるからさ。それをやっちゃうとね、やっぱ寝るの遅くなっちゃうよね、いつも。だからさ、もうちょっと早く終わらせれば多分大丈夫なんだけどそっちの方が無理なんだよな。ランキング用もランキング読みます。13位トシーさん、ありがとうございます。12位ヨシさん、ありがとうございます。11位カンヤトさん、ありがとうございます。10位ヒーローさん、ありがとうございます。KDD さん、ありがとうございます。8位ポン吉さん、ありがとうございます。7位ラマさん、ありがとうございます。6位ダイバーさん、ありがとうございます。5位ヨッシーさん、ありがとうございます。4位ホッシーさん、ありがとうございます。3位のサラさん、ありがとうございます。2位ケイちゃんさん、ありがとうございます。1位サマサンドさん、ありがとうございます。ありがとうございました。久しぶりの配信でもなんか最初マシンガントークだったけど、やっぱなんか意外と大丈夫でしたね。意外とやっぱ3時間はちょっとやっぱ長いよね知ってた、3時間は長い。そんなにいらない、そんなにいらなかった、よかった。3時間は長いわね、常識よ、それは普通に長いよありがとうございました。おやすみ、みんな。夜遅くまでありがとう。明日も平日だからね、頑張ってね。みんな、私は休み私は休み。みんな頑張ってね。私は次の公演まで休み。頑張れー、バイバーイ。メールの返信とチャット待ってるねー明日暑いの？うーわ、引きこもっちゃおう